歌舞伎俳優の当時市川海老蔵さんが主演し、10月期に放送されたテレビ東京系の時代劇石川五右衛門の毎週の決め台詞と衣装について趣深かったのでご紹介したいと思います。京都南禅寺三門を舞台に、海老蔵が演じる泥棒の五右衛門がドテラをまとい、銀のキセルを手に絶景かな絶景かなという場面がありました。同場面の撮影は妻小林真央さんの乳がん公表後の15日に行われました。おつらかったことでしょう。海老蔵さんは石川五右衛門姿で南禅寺の三門の上に立つというのは、歌舞伎俳優だったら皆一度はやりたいことでしょう。役者冥利に尽きるシーンでしたとコメントしています。衣装は海老蔵さんが09年の新作歌舞伎で使用した白地に竜をあしらったドテラのほか、父市川團十郎さんが歌舞伎で五右衛門を演じた際に着た紺の衣装も使用されました。このドラマを見られた方も多いと思います。残念ながら見ることは叶いませんでしたが、南禅寺の庭を思い出し、そしてこの海老蔵さんの姿を拝見して、さぞかし素敵な場面だったことだろうと思います。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。